こんにちは。私の引っ越しのブログです。みなさん、引っ越したことがありますか？大変ですね。私のアパートはちょっと小さいし、うるさいし、引っ越したかったです。たくさん観葉植物があった2匹猫がいます。なんで？と言っていた。引っ越しているよ。待ってください。掃除しなきゃいけないんです。難しそうです。ピックアップトラックを運転するのが嫌いですが、もっと大きいので3回しか行けなくてもいいです。緊張したが大丈夫でした。いいアパートでしょうね。山と海が見えます。楽しみです。古いアパートより新しいアパートの方が静かです。眠すぎます。諦めないで。晩ご飯は始まったらどうですか？もう掃除したから今綺麗です。ビールとピッツァを食べた方がいいです。見てくれてありがとう。